ハルくんです。どうも、ということで、今回なんですけども、皆さんはプロセカの海外版って知ってますでしょうか？すべての字が英語に変わっているこのプロセカなんですけども、以前動画で大まかなところを扱ったんですけど、じゃあ今回何するかというところで、今回は日本と海外版の細かい相違点を比べていきたいと思います。レッツゴー。さあ、まず1個目、イベント報酬でございますけども、皆さんはお気づきでしょうか？さあ、皆さん気づいたでしょうか？気づいたかな？もう気づいたかな？もう気づいちゃったよね。そう。すべての報酬が 10% オフなんですよ。日本に比べて。日本がこちらです。はい。え？って。10% なんか、低いみたいな。なんか、だって、日本語版だと、星さんの枠は、15000なんですけど、英語版は13500で交換できますよと。ちなみに今やってるイベントはリリックです。日本語版だと、こんな感じ。英語版だと、シンギング、サンクみたいな感じの、イベント名でございます。読めねえ。というわけでガチャ引いていきたいと思います。ちなみに小学演出は1周年でアップデート前のやつなんで分かりづらいやつです。はいへーて、はいちゃんちゃん。ちなみに難易度の方も改正前なので世界は26っていうね。一応日本語版は改正入って27ということも証明しておきます。さあ続いて僕が一番紹介したいところ、課金要素でございます。まずこのね、プレミアスミッションパス。いや、これはね、普通の日本版と全く変わりはないです。まあ、強いて言うんだったら、日本語版よりは50円安いでございますね。それは置いといて、この下に皆さん見慣れないものがあるでしょう。このカラフルプラスというものですね。日本語版でいうところのカラフルパスなんですけども、それがなくて代わりにカラフルプラスがね、入ってるっていう状況なんですけども、これのね、やばいところがね、普通に3段階あるんですけども、これのね、3段階目がね、えげち本当にえげちいんだけど、まあ、とりあえずベーシックからね紹介していこうと思うんですけども、まあ、単純にこれ安くてお得なやつです。でスタンダードはベーシックの要素にプラスで、まあ、もっと安くてお得なやつで、まあ、オートプレイがプラス10になってるっていうんで、オートプレイが多分20回できるんですね、これはね。まあ、それもねまあまあやばいんですけども、次のデラックスいきましょう。このねデラックスくんはベーシックスタンダードの要素プラスでめちゃめちゃクリスタルもらえて、プラスでブーストが20までマックスになるんです。20がマックスになるってどういうことか分かりますか？これですね、10時間で20貯まるので、10時間プロセカを放置してでもブーストが無駄にならないんですね。やばすぎる。これ欲しい。日本側にも欲しい。だってこれさ、朝ブーストゼロにしたらさ、学校行って帰ってきてでもさ、まだ溜まってるみたいな感じじゃん。本当にこれ欲しいんだけど。近藤さん、カラフルバレットさん、よろしくお願いします。はい、近藤さん、近藤さん。ちなみには全く関係ないんだけど、ハロウィンログインキャンペーンやってます。1月に。はい、ということで今回はプロセカの海外版を少しね、紹介してみましたと。結構ね、質問いただくんですけども、どうやってプロセカの海外版入れるのっていう話ですね。これ普通にやると、こんなね、表示が出てきちゃうと思うんですよ。アップルなんかこの国で扱えていけませんみたいな。つまり裏返すと、その国のアップル ID を作れば入れられます。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか？よろしければ高評価チャンネル登録していってくれたら嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。